皆さんおはようございます。朝のニュースのお時間でございます。今回ですね、 J1 がなんとフォースシングルストレンジャーの今 MV を撮っております。ありがとうございます。リアルは自分たちが夢見ていることを現実にしたいじゃないですか。夢じゃないと現実にするんだと、それを歌にしていると思うんですけど、爽やかなイケメンだな。おう、ユンユン。かっこいい。お、いい。ああ、顔見せりゃ。最後。顔見せりゃ。なんか若返ったな。ジュンキ君も良かったよ。太陽が。目だ。ドラえもんや。ドラえもんや。いいよ。こんにちは。川西匠の YouTube チャンネルへようこそ。メンバー紹介。いやどうも、J1 の豆原一成だ。川西匠だ。あじゃあ先生、お前出ていった。空手部代表。ごきげんよう。ずんだもんじゃ、ビータどんだもんじゃ。今日の YouTube の企画はこの綿棒100匹投下してみたっていう企画です。はい、とりあえず綿棒を取りに行っていきましょう。いきます。うわっ、え、なんか頭なんかあるし、そう飛んでた。どこ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 、あ、後ろに背中に虫がついた。後ろだ、後ろだ。あ、どっか行った。こっちだ。天君が練習してます。天君が練習してます。貴重なシーン、貴重なタンパク源です。スタイルがいい、細い、ユーチューバー、わあ細い、セクシー、おー、足細投げ、うわ、うわ、ちっちゃ、めっちゃちっちゃくなった。Let's go away、鏡の中、ずっと閉じ込められたようで、ワンセット気が立つ、思いとも相手に、小さなこの見た Dream、確かなものしていく。はい、やった。最近も今です。
よかったよかった。はい、じゃあ全体ダンス以上になります。鏡があるんですけど、これのここのここに自分ともう一人の自分が反射してる、それがすごいポイントだと思うんですけど、こうやってこうですね、こうやってこうですか、恥ずかしいです。見てた場所さ、来日を描いた場所さ、君と僕のダイス同じ場所で重ねよ。明日へ突き抜ける My Wings と果てしなく続くストーリー、そう遠い未来じゃないだろう。色が違うんだ。ちょっと笑ってるやん、ルキ。ちょっと笑ってた今。それが格好付けですよ。そうなん。ちょっと笑ってたね、この子今。見たいな。見れないこれ。え、これ、シュエの場合一人って。僕の場合どうやって止まったらいいんだ。多分なんか違う振りやってるとか。わかんない。あ、そういう感じ。果てしなくどこまでもだっけ。果てしなくどこまでも。頑張って。うん。頑張って。1日目のリアル MV が終了したということでありがとうございます。やっぱ今日何より感じたのが、やっぱりそのステージを作ってくれる、まあ、美術さんだったりとか、あと今回水があってすごく大変だと思うんですけど、水をご用意してくれたりとか、現場を支持してくれてる人とか、それこそ韓国でリモートでつないでたりとかで、まあ、これを撮ってる方もそうなんですけど、そのいろんな方の支えがあって、やっと一つの作品を皆さんに届けられてるんだなっていうのを感じて、もちろん日頃から皆さんの感謝はしてるんですけど、今日改めてその自分の身の回りの方へのなんて言うんだろう、そのありがたい気持ちが改めて出まして、でそういうのを感じるとともに、やっぱりいい作品を作っていかなきゃなっていう責任感が出てきて、なんか本当に集中していい作品を作ってるなと今日は感じましたんで、本当完成が楽しみな感じです。明日も頑張ります。今日のご飯はハンバーグですよ。今日のご飯はハンバーグですか。温かいご飯です。ハンバーグかデミオムなんとかみたいな2つから選べるんですよ。で、まあ、僕卵が少し苦手なので、あのハンバーグを注文したんですけど、ハンバーグにもあの温玉が乗ってるらしくて、もしできればあの卵を溶かしていただけないですかって言ったら、あ、じゃあ代わりにポテトサラダ入れときますねという、この疲れた体に染み当たる優しさが最高の調味料、最高のディナーです。早く食べたい。なんかジャーン。はい。うわ。これ何ですか。僕はちょっとハンバーグじゃなくて、なんか
作ってくださってる方の本日のおすすめがオムハヤシだったらしくて、オムハヤシだ、オムハヤシ、オムハヤシにしました。このポテトついてるのがやっぱテンション上がりますね。うわ、あ、ついてる、はい、きた、ポテト大好きです。ルキア、野菜を食べてください。はい、誰が言ってるんですか。あ、でも意外と疲れてないです。うまいじゃん、いけるまで。すがしゃすみんな、ありがとうございました。明日もお願いします。ありがとう、お疲れ様。明日もよろしくお願いします。お願いします。終わりました、撮影が。終わりましたよ。ダンス、そうですね、いいのが撮れたと思います。バチバチにカッコつけたんで、みんなぜひ見てください。なんか今日は僕が多い日でした。見えてますか、星座が。見えますね。見えませんね、カメラだと。僕には見えてます。今一応彼氏間のセリフを言おうとして、一回頑張ってみますね。たぶん俺行ったことないから、その女の子と行けてよかったな、うん、いやでもなんか、なんか花火大会良かったけど、正直なんか何もできひん、まあ何もできひんっていうか、なんかさすがに何もできひんかったから、最後の帰りだけで繋ぎたいなって。ハリーポッターというか、ヘビの気持ち。スタート。撮影終了しました。イエーイ、終わり。頑張ろうぜ、なんしょうや。Right now, right here, so we're moving.
カットします。はい、かかりました。